イオングループマックスバリューマックスバリュー北海道マックスバリュー北海道株式会社はかつて存在した北海道でスーパーマーケットやディスカウントストアを展開していたイオングループの企業である本社は北海道札幌市中央区2020年3月1日にイオン北海道に九州合併され消滅した札幌市を中心に展開していた 北海道地場のスーパーマーケットチェーンの株式会社札幌フードセンターを発祥とする企業。1993年にジャスコ株式会社と合弁で北海道ジャスコ株式会社を設立し、2000年10月に札幌フードセンターを存続会社として北海道ジャスコと合併し、マックスバリュー、北海道株式会社となった。 2003年に株式会社王子サービスセンターの小売事業の営業を譲り受け、2008年に同じイオングループで北海道の道央を中心にスーパーマーケットを展開していた株式会社ジョイを吸収合併し事業を継承。2013年に十勝地方でスーパーマーケットを展開していた株式会社一ちまと資本業務提携を結んだ後、 2015年に同社の事業のうちスーパーマーケット事業を譲り受け、2015年に大英から北海道内のグルメシティ6店舗及び大英札幌演算店を譲り受けした。2020年3月1日、イオン北海道を存続会社として九州合併されて事業は継承された。北海道内でかつて帯広フードセンターを称号とした、 株式会社第一とは、資本関係はない。マックスバリュー、北海道時代に運営していた店舗ブランドについて、記述する。2020年3月以降に、イオン北海道へ継承されたブランドは、マックスバリュー、マックスバリューエクスプレス、札幌フードセンター、一丸、ザビック、ザビックエクスプレス。店舗ブランド自体の説明は、イオングループの商業ブランドも参照。 詳細は、マックスバリューを参照イオングループが国内及び海外で展開する、食品中心のスーパーマーケット。テミア店、深川店、厚別店、江庭店、ルモイ店は元マックスバリュー、北店、北二十六条店、菊水店、平岸店、隅川店、ことに店、元町店は元札幌フードセンター、なよろ店は元フードセンター、赤べら店は元日商マート、 北郷店、足別店は、元、ジョイ。丸山クラス店は、元大英、弁天店、富川店、薬茂店、モズ店、深堀店は元グルメシティ。稲田店、中札内店、イーストモール店、池田店、春駒通り店、清涼店は、元一丸からのそれぞれ転換店舗。詳細は、マックスバリューを参照2009年3月に4リテールが立ち上げたもので、 シンプルフレッシュ良いものを手軽にをコンセプトに展開する都市型小規模店舗業態。イオン北海道への統合直前の時点で当社が運営していたのは札幌市の中の島店、ハッサム南駅前店、新道店の3店舗のみ。旧札幌フードセンター時代から展開していた店舗。リニューアル等でマックスバリュー、マックスバリュ e EXPRESS、t h ザビックエクスプレスに、ヤゴが変更されているため、徐々に減少しており、イオン北海道への統合直前の時点では、札幌市内に3店舗のみ。札幌市外に展開していた店舗は、札幌がつかない、フードセンターを故障としていた。ただしこれに該当する店舗は、2019年1月31日に、小樽店が閉店したことにより消滅した。サービスデーの ハイパーフードデーは、旧フードセンター時代からの独自、サービス、フードデーが元となっている。詳細は、10を三章10が展開していた店舗。2015年10月の運営移管時に店舗名を残したまま引き継いだ。10章総合振興局管内に展開。閉店やリニューアルでマックスバリューに、ヤゴが変更されたこともあって、 運営異関寺は多くの店舗があった帯広市内や加藤郡の店舗はなくなりイオン北海道への東方直前の時点では上川郡清水町のプラザ10清水店のみとなっていた詳細はザビッグを参照もともと、マックスバリュー西日本が展開する独自ブランドだったが現在は全国に拡大しつつあるイオングループのディスカウントストア新規店舗は 鳥取大通店、緑ヶ丘店の2店のみで、その他は、他業態からの転換であった。イオン北海道への統合直前の時点で、釧路市、旭川市には、当社では、ザビックのみを展開していた。詳細は、ザビックを、参照蒸気のザビックから品数を絞った業態。当社が開設した、平岸店で展開を開始し、後に4ビック、マックスバリュー南東北。 マックスバリュー九州、イオン琉球でも運営されている。イオン北海道への統合直前の時点で当社が運営していたのは札幌市の5店で、いずれも他業態からの転換である。平岸店は店名が同じマックスバリュー平岸店との混同を防ぐため、野豪店名にて表記される。店舗の一例上衣より引き継いだ店舗ブランド。2008年にマックスバリュー北海道へ譲渡された。 際は赤ビラ店の一店舗のみを展開していた。2009年2月10日に同店がマックスバリュー赤ビラ店へ転換したことでブランドが消滅。マックスバリュー概要も参照。マックスバリューは当初はマックスバリューと称しており、北海道ジャスコが店舗展開を始めた当時もマックスバリューを称していた。また北海道ジャスコではなく札幌フードセンターが マックスバリューの名称で開店した店舗もあった。2016年2月28日にマックスバリュー、エニワ店が改造により、マックスバリュー、エニワ店に改称したことにより、マックスバリューの店舗は消滅した。ジョイより引き継いだ店舗ブランド。2008年にマックスバリュー北海道へ譲渡された、際は2店舗を展開していた。2016年8月23日にセリオを。 おまがり店が閉店したことで、ブランドが消滅。ジョイが展開していた店舗、2008年の合併時に店舗名を残したまま、引き継いだ。フードセンター同様リニューアル等で、マックスバリュー、マックスバリューエクスプレス、ザ・ビッグエクスプレスに、ヤゴが変更されており、2018年10月31日に、朝日町店の閉店をもって、ブランドが消滅。ジョイより引き継いだ。 ディスカウント形態の店舗。2008年にマックスバリュー北海道へ譲渡された際は2店舗を展開していた。2020年1月31日に苗棒店の閉店によりブランド名消滅。ジョイの展開していた店舗ブランドのまま最後まで存続していた店舗であった。店舗の一例2008年4月1日から2020年2月29日までに閉店した。 店舗以下の店舗は2008年4月1日以前に閉店している。なお、ジョイ店舗の2008年4月1日以前の閉店については、ジョイの記事を参照。札幌フードセンター、フードセンターマックスバリューマックスバリュー、マックスバリューサービスデー及び、ザビックサービスデーも参照お客様感謝、デイオンカード各種、イオンオーナーズカード、イオンシニアクラブカード、 イオン銀行のイオンバンクカード、ワオンポイントカードのいずれかを利用、提示するか、電子マネーワオンの支払いで直営売り場の商品が5%割引となる。ハイパーフードデー、マックスバリュー、札幌フードセンター、ジョイ10では、毎月12日にイオンカード隠し提示の条件は、一切なしで、お客様感謝デーと同等の割引特典が受けられる。元は、 札幌フードセンター時代から実施されているフードデー。フードデー当時はお客様感謝デー同様に支払い方法が限定されていたものの2015年途中にハイパーフードデーとなってからは支払い方法の制限がなくなった。ザビックでザビックでは毎月第2日曜日に4カード各指定時の条件は一切なしでお客様感謝デーと同等の割引特典が受けられる。 その棚をかつて発行されていたイオン北海道が運営する店舗でお客様感謝デーの特典を受けられるクレジット機能なしのイオン北海道メンバーズカードはマックスバリュー北海道が運営する店舗では特典を受けられなかった。ありがとうございます。